おはようございます。つねです。本動画は2019年11月19日に公開された音声での解説動画、サムライスピリッツ15分ほどで理解する風間和樹の基本という動画を補足するためのものになっています。和樹を使う上で大事なことをお話ししていこうかと思います。要するに前回の動画のアップデート版っていう感じですかね。まずジャンプ攻撃、すでにワイプが出てると思いますが、前ジャンプ攻撃が下方向に弱くて、やられ判定下方向にすごく大きいです。なのでニムルルのしゃがみ宙切りみたいな、まあ、そういう技持ってるキャラには前ジャンプをするとその技で簡単に落とされてしまいます。そしてジャンプ台切りが横方向に短いので結構接近したつもりでも当たんないっていう形になります。ジャンプ宙切りの方が横によっぽどありますので、ちゃんと使い分けが必要になりますね。で、対照的に垂直ジャンプ攻撃は下に強くて、横に短い形になっています。横ジャンプと垂直ジャンプとで技が逆であればよかったような気がするんですけども、うーんという感じです。やはりカズキはジャンプ攻撃は弱い方に分類されてしまうのかなというふうに思います。で、続いて再演付きの消熱コンですね。再演このビットみたいな、まあ、パワーアップするやつですね。で、これと飛び道具の消熱コンなんですけども、前回の動画では、まあ、消熱コン飛び道具であるというような解説以外はあまりしなかったんですけども、この消熱コン、再演を1つ消費する状態での消熱コン、これ便宜上ここではレベル1消熱コンと表記しますけども、こちらとあとレベル2ですね。レベル2、非常に相手ののけぞりが長くなっています。通常版、その再演消費なしということでレベル0という言い方をしますけれども、こちらに比べるとのけぞりが長くなっているので連続技を伸ばせるようになるんですね。なので例えばこれ、まあ画面中央でもできるんですけども、こんな感じの連続技ができるようになっているわけですね。ダッシュ中切りからレベル2の消熱コン飛び道具を打って、でさらにダッシュで追いかけて中切りを決めて大爆殺というような、まあ、そんな感じの連続技ができるようになっています。ですので和樹は本作では珍しい連続技が楽しい高火力キャラということになります。そのためできるだけ再演装着するようにしてねっていうふうにお伝えした前回の動画、それ自体は変わらないんですけれども、この消熱コン絡みの連続技のためにも本当にこの再演装着していくのが重要になります。これ大爆殺のみを連続技に入れていくよりも、この再演付きの消熱コン、このダッシュ中切りでさらに追いかけて連続技つなげていくってやつの方が当然ダメージ大きくなってますので、大爆殺のみにするよりもよっぽど減りますので、この連続技を決めるためにも、楽しくこのキャラを使うためにも再演どんどん装着していきましょう。先ほどの連続技は投げからも入るので相手にとって大きなプレッシャーになります。再演がついているだけで、ああ今相手火力高くなってんなっていう感じで相手としては警戒しなきゃいけなくなるわけですね。じゃあ投げからの連続技の例をお見せしていこうかと思います。前回の動画のものは、まあ、本当に浅い安いものになっていたので、そちらをアップデートするものになります。で、大爆殺に関してはレベルによる違いがダメージのみになっていると思われますので、以下のレシピのところで出てくる大爆殺はどのレベルでも OK だと思っておいてください。レベル2とかレベル1の使い分けでボタンをどれで押せばいいか混乱するという方は、とにかく必殺技は消熱コンは蹴りで出すという方針でも、まあ、それほど間違いではないかなと思います。先ほどご紹介した3つ目のような構成では、まあ、最初にレベル1が入ってるんでダメなんですけれども、それ以外のものに関しては、まあ、基本蹴りで必殺技消熱コンを出すという認識でも、まあ、ぼちぼちちゃんとした連続技になるかと思います。で、連続技の途中で、その蹴りで出すとですね、連続技の途中で再演が残り1つだけになった場合には、勝手にレベル1の消熱コンになりますし、再演がなくなっていた場合には、ちゃんとレベル0のものが勝手に出るようになってますんで、とにかく混乱するという方は、蹴りで出すようにするのがおすすめです。で、先ほどご紹介した連続技の中で、大爆殺の部分を武器飛ばしに変えることもできるようになってますので、怒り頂点状態ですとか、怒り爆発中には武器飛ばしを決めてやるといいと思います。ただ、和樹の怒り頂点状態の継続時間っていうのはまあ非常に短くてですね、本作でも屈指の短さで、消熱光を決めている間に怒り頂点状態終わってしまうってことが結構あるので、欲張るとなかなかその最後の最後でちょうど怒りが終わっちゃって武器飛ばし出せないってことがあるので、その点は注意ですね。
一応お見せしておくと、こういう感じですね。投げからでも、まあ、今怒り爆発中に決めた連続技になってるんですけども、まあ、かなりのダメージになってますので、本当に大きな火力が出せるようになっています。そして先ほどの3つ目の連続技ですね、再演3つ分使う派手な連続技を投げ指導ではなくて、橋の相手に対してジャンプ台切り最低空ヒットから始めて、で武器飛ばしで締めることができれば即死級のダメージを叩き出すことも可能です。で消熱痕の後にはダッシュ中切りだとかダッシュ台切りの代わりにですね、再演付きの消熱痕の後にはそれらの技の代わりに一線を入れることも可能になっています。ただ投げ指導にしていると特殊な補正によって一線のダメージが大きく下がってしまう点には注意が必要です。投げの後だけ一線って減らなくなってるんですよね。なので投げ指導でなければ簡単に即死級のダメージが出せるようにはなっています。ちょっと体力多いんであれですが、こんな感じのでももう一線つながってるんで、お手軽にダメージが取れます。これ体力が減った状態で怒り爆発して一線を出していれば、本当に簡単に1000を超えるダメージ出すことができますので、土壇場ではその一線を絡めた連動技狙っていってもいいんじゃないかなと思います。続いて再演の装着についてなんですけども、ダウンを奪えれば一つはほぼ確実に装着することができます。こういう感じで不意打ちでも何でもいいんで、ダウン奪える技を決めて、で再演を出してやれば、こうやって一つは確実に装着できます。調子に乗って連続で2つ装着するということも不可能ではないんですけども、まあ不意打ちの後なんかは間合いが離れないですし、その他間合いが離れる技を、まあ当ててダウンを奪った後なんかでも相手が毎度起き上がりしてきてると危ないので、まあ、これはかなり調子に乗ったムーブではあります。それでもどうしても2つつけたいという場合にはやってみてもいいかもしれません。で消熱痕を絡めた連続技を決めた場合でも、もちろん相手はダウンするようになってますので、そこでも再演を安全に一つ装着できるようになっています。この後ですね、ダウンを奪えてますので、ここでも安全に一つ装着できるようになっていると。再演を装着した消熱痕を絡めた連続技を決めても一つは必ず返ってくるという形になりますので、一応相手の体力が多い状態で、再演を3つ装着しているような場合にはですね、連続技のチャンスが来てもその殺しきれるとかであれば話は別だと思いますけども、再演を3つ全部使い切らず2つ分だけ使うようにして、でその連続技でダウンを奪った際にまた新たに1つ装着して、で2つ分にすると。なので2つ分決めた後に1個増やして2つ分にして、また2つ分の連続技を狙っていくというのがぼちぼち効率いいのかななんていう気がしています。もちろん状況によるんで一概に言えないですけれども、相手の体力が多いようであればそういうのもありなんじゃないかなというふうに思っております。で相手に怒り爆発をさせないためにというものなんですけども、このキャラの持ってる大爆殺という技がですね、掴んでしまえば演出に移行するので、これ当たった後は相手が完全に起き上がるまでは怒り爆発ができないようになっています。ですのでこの技とどめで使ってやれると、その相手の残り体力少ないところでこの技決めてやれると、相手に怒り爆発を使わせないで倒すことが可能になります。またレベル3の消熱痕はですね、一気にドバッとダメージが入りますので、これ一気にダメージ入るようになっているので、相手が怒り爆発を温存しているような場合には怒り爆発をする前に倒しきっちゃうなんてことにもできるようになってます。このレベル3の消熱痕は中切りの先端ヒットからでもつながるので、実戦では結構お世話になるかなと、こういう当たり方でもつながるので、そのとっさの差し込みなんかからリターン取って、でそのまま怒り爆発させないで倒しきっちゃうっていうことが結構起こると思いますんで、これはもう常に3つ装着できているような状態では意識していってほしいと思います。続いて炎滅、このバカしながら後ろ下がるやつですね。どうやら身代わりが消えるまでは炎滅が再度出せるようにはなってないみたいで、連発はできないみたいなんですね。これ先行入力使ってボタン連打で受付伸ばしてるんですけども、これちょっとね、弱切りが小切りが2回空振ってから出てるようになってますんで、これはしばらく炎滅が出せない時間があるということを示しています。とりあえずこの技連発はできないようなので、さすがに連発できるとちょっと悪さができすぎるかなということなんだと思います。続いて武器飛ばしですね。持続攻撃判定を出したまま前進していく時間が非常に長くってですね、
その例えば、こんな感じでですね、通常技が空中ヒットをした後にキャンセルで出しちゃってたりなんかするときにですね、ずっと攻撃判定が残ってるんで、空中ヒットできたからこの後の武器飛ばし空振ってんだろうと思ったら、攻撃判定も消えてんだろうと思ったら、残ってて食らっちゃうとか、ガードしちゃうなんてことが割とあります。で、さらにガードされてダウンしてるところはどうやら無敵になってるフレームがあるみたいでですね、ちょっと入力を覚えさせてやってみますけれども、これガードした後にダウンするんですね。ダウンしてるところなんと無敵なんですね。まともにダウン扱いになっていて、その移動起き上がりとかできないんですけれども、ダウンに似た状態になっていて、反撃が一定時間過ぎるともうできないんですね。バウンド中はやられ判定がちゃんとあるんですけれども、バウンドしない間こうやって攻撃が入るんですけれども、完全に地面についてしまうと、もう無敵という形になります。この状態ですね。なので、ゆっくり待ってから大斬りを決めてやろうみたいなことをやると、反撃ができないということになりますんで、不慣れな相手はこの技に対する反撃うまくできないと思いますんで、最初のうちは適当にぶっ放すのもありなのかなっていう感じがちょっとしてます。ただこれちょっと変な性能なんで、そのうち修正されそうな気はするんですけども、今んところそういう性能になってます。で、次、ホムラ返し。これが最後ですね、ホムラ返し。毎度起き上がりと組み合わせることで、相手にとってガード困難な状況を作り出すことが可能です。今、ワイプで映ってると思いますけども、うまく毎度起き上がりしながら、このホムラ返し、この菜園を飛ばしてやると、自分が相手の裏側に回ってガード方向が逆になっているところに、この菜園が、ホムラ返しが相手に触れることになりますんで、ガードするのが結構大変です。残念ながら武器飛ばしをガードされた後のダウン中は、このホームラ返し出せないみたいですね。そこでも出せたら結構面白いなと思うんですけども、それはできないみたいです。はい、以上となります。とりあえずジャンプ攻撃は本当に微妙です。でも菜園をつけた後の火力は本物っていう感じのキャラですね。やっぱりピーキーという表現がいいのかもしれません。相手キャラとの相性がかなり出そうなものの使っていて面白いので、本当におすすめのキャラです。というわけで、以上が補足動画になります。ここまでご視聴ありがとうございました。